練習の日の終わり帰りに、ともえさんとご飯に行きまして、そう、いわゆるね、飲みの席を。あんま外で私お酒飲まないようにしてるんだけど、ともえさんならっていう感じでね、一緒にご飯させていただきまして、そう、そこでね、私ちょうどさ、その時さメンタルを散らかしていた時期でいや、そんでね、むちゃくちゃ話聞いてもらったの。むちゃくちゃ、もういろんな話、もうね、他のライバーさんに言ってない話とかもさ、もうすごい喋ったそう、ともえさんはね、包容力めちゃくちゃあるし、あと死ぬほど口の固い方なのでだからもう何でもかんでも喋っちゃったそう、ありがとうございます。大人のお姉さんに甘えてしまいました。そう、だいぶね、救われた、救われた。そう、ありがとうございます。本当にありがとうございます。そうなのそれでなんかだいぶ私もね、回復したところはね、あったんだよ実は。そうなの。うん、いや、助かった、ありがとうございましたでした。あ、もう本当、もうなんかでも、ここで話せないここで話せない話をいっぱいしてしまったかなー。うん、そうでね、その後はタクシーで帰った。